もっともっとご飯が欲しいです。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで料理1個しかないんやけど、激レア誰に当たるか。めぐちゃんや。まあね、まあね、今までずっとちょっと顔がなくなって魔王の城におったけん、そこはめぐちゃんで良きでしょう。久々の食事が激レアとかめっちゃいいやん。食事っていうかおやつやけどねはい、ルーレット、ウェディングブーケをください。ウェディングブーケ、ウェディングブーケ、ピッコーちゃんに。あー、これは MP 飴だなMP 飴だな。こういう時は普通にこうね、幅が広いところのが当たるのに、幅が広くても武器とか防具の時には全然当たらんっていうこの辛さ。はい、そしてお小遣いは、あー足りない全然足りてない。はい、じゃあこの4人で行きましょう。次合流やね。もうはい、来た、合流、やっと会えたね。あ、あれはいたよー。おー、イップー、無事でよかった。はぐれた仲間たちが合流した速攻で宿屋クレボンたちを部屋に入れようということだから、とりあえず、はい、さあ料理はもうないからね、今ないからね。はい、ゲームコーナーでルーレット、光の衣をください。これはリミちゃんかな。光の衣お願いします。どうだどうだ。お、ペア旅行券 B クラス、なるほど。ということはこれは、さあ誰だろうか。人数多いな人数、はい、プーさんとメグちゃん。それじゃあバカンスへレッツゴー。にぎやかやねもっと大人数で行けたらいいのにな、旅行。2人は旅行を楽しんだ。ちょっと疲れたね、でもよかった。旅行の疲れはね、楽しい疲れだから大丈夫、精神的には満たされてるから好き。さあ、そしてまああれから別にお金も増えてないから、でもなんか安いものが欲しい人とかおる。リミちゃん足りない足りないよ。あ、光の衣違ったね。あれか、キャンディーさんの方かな。リミちゃんじゃなかった、誰今の。はい、キャンディーさん。そして誰だい喋ってるのは。はい、ゆうかさん、プーさん。はい、この4人で行きましょう。なんか道がいろいろ増えたけど、とりあえず奥に進んでいこうか。さあどうしよっかな、右に行こう、なんとなくなんとなーく行くか。ご飯が楽しみー。そこまずそこ。どうしたの、なんで喧嘩してるの。旅の疲れで倹約モード。さっきキャンディーには負けたくないとか言ったしね。ええ、何だったの。朝ごはん美味しかった。ご飯のことしか考えてないなはい、中身は、おー、1600ゴールド、やったね、助かります。これで誰かしらの欲しいもの1個ぐらい買えるやろ。常にギリギリで生きている気を引き締めよう。あれしちゃおうかな。え、なに、あれはやめて、もう我慢できない、やめてー。おーおーおー、なになになに、ストレス発散のお戻り。ふう、え、すっきり、それ恥ずかしいからやめてほしいさきさき言っちゃえばいいんだよ知らない人のふりして言っちゃえばいいんだよ。なんか久々なモンスターな気がする。シルバーコブラ、
ね、2人ともサングラスつけとる。そういう人を抜粋しとんかな。手伝うね。お、なんだかんだ仲いいじゃないか。よきよき。仲間との絆大事やけんね。お、慎重に。ちょっと待って。お、いけ。これ慎重にやった場合は何かしら急所を狙いよるとかそういう感じなんかな。かまいたち。かっこいいぞ。パニッシュメント。パニッシュメント当たればね、めっちゃすごいんやけどな。技の名前も結構好きなんやけど、なかなかこう成功せんのよね。なかなか成功せんけん強力な技なんかな。アイナがもうちょっとで、レベルが上がりそう。お、そしてもつくんじゃない？イエーイ。あっという間。あれ、リミちゃんとクルミンってなんか喧嘩してるの？なんかムカムカ、ムカムカがあったんだけど。いつからの喧嘩だ？お。はい。プーさんがユカさんとお話が。お、ここも喧嘩してたっけ？フィックル。ユカさんじゃなかった、フィッコーちゃんだった。ひどいことしてごめんね。またフィックルと仲良くしたい。私も。おー、ありがとう、プー。感動の。え、リミちゃんたちは？まだ？まだなの？プーを許した。はい、それじゃあ、こんだけの人数いて料理1個しかないけど、さあ誰だい。お、プーさんや。あ、しかもちゃんと美味しかったみたいでよかった。お腹もいっぱいになったみたいです。はい、ゲームコーナーでルーレット。どんどん減ってく。ボロボロに装束お願いします。これ誰の？え、誰やろ。レミちゃん。これが、あ、これユーカさんかな、もしかして。はい、景品ボロボロの装束ゲット、ユーカさんやね。はい、さあ色は、うん、赤がいい。はい、ボロボロっていうかなんか軍隊みたいやね。なんかそんな感じせん？なんとなく。はい、そして、お小遣い。あ、ゆうかさんちゃんとした服にする。怪獣の装束。さあ着替えよ。ボロボロの装束じゃんね、ちょっと不安すぎる。怪獣の装束かわいい。めっちゃいい。さあどうして、なんかこれさ、あれじゃない、何やったっけ、モンスト？モンストのキャラクターに似てない？似てないかな。ちょっといまいちよく分かってないけど、私、うーん、なんかあのオラゴンとかいうキャラクター、そう、そんな名前やったはず。最近あんまやってないけんな。よし、赤にしてこ。リミちゃんのはまだね、ちょっと足りないからね、ちょっと待ってて。さあそして今回のメンバーはどうしましょうか。ゆうかさんと、くるみんと、キャンディーさん。はい、じゃあこの4人で行こう。前回と被ってはないよね。ん？被ったんかな。はい、とりあえず奥へ奥へ進んでいきます。行くか。レッツゴー。いいね、怪獣の装束やっぱかわいいわ。だいぶかわいいわ。インテリなんかやっつけてしまえ。この爪を研ぎ寄る間にやっつけてしまうことが結構多いけんな。まあね、強いっていうのはいいことなんだけれども、なんかちょっと努力が無駄になる感が。お、いけーい。こう磨かれた爪が、メガキュア。ありがとうキャンディーさん。
構みんな派手な格好してるな。ねえ。なんか、今回地味な子があんまおらん。はぁ、緊張した。お、そして、アイナがレベルアップ。ノリノリ。わかるわかる。いいと思うよ。楽しく冒険するのはいいことやと思うよ。お、穴が。ゆうか。落とし穴だ。大丈夫？大丈夫。先に行ってて。普通に考えたら先に行かんよね。これ助からんかったらどうするんって感じやん。ゆうかが仲間から抜けたなんてこったい。せっかく一緒に来たのに。やでやで会おうねー。うん。この平気で置いていくかんよ。信頼なんかもしれんけど。え、絶対無理。大丈夫じゃなくても大丈夫って言うやん、みんな。つら。え、そういうことじゃなくってって感じやない。本当に置いてったよ、あの子たちっていう。テレボン、いいね。さあ、みんなちょっと褒め合って高め合っていこう。ポジティブに行こう。それね。さあ、誰か私のことも褒めてくれていいのよ。二人のことは褒めたから。めっちゃニコニコなんやけど、攻撃されてもニコニコなんやけど、やばい。お、いい気分で力がみなぎる。いい効果だわ。ありがたい。もうポーズも可愛いし。しかし誰もアリナを褒めてはくれないのね。二人のことを褒めたのに。いけ！猫パンチ強力、手応えあり。まあまあ、二人がご機嫌になってくれたんならそれで、それでいいよ。それで良きだよ。さ、そろそろ、まだ使わなそうか。まだ、なんか結構道のりある気がするね。縦にずっと行くんかと思って、え、ちょっと待って、死神来たんやけど。やばい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 。ちょっとあっという間にやっつけて。やっつけて。特に今一人いないからね。よし、あと一匹。じゃあ向こうにね、一発でやられる前に。いけ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 。あと一発くらいで多分、あー来るー。キャンディーさーん。あー。軽い。軽いよ。一応力は発揮できてみたいだけど。仇は取ったよ、キャンディー。勝てたね。なんとかね。よかった、全員やられるんで。こういう時死神来たらちょっとだいぶね、苦労する。仲間一人少ないし、一人死ぬし。やっぱりこれサングラス系の住人を、住人からなんか顔を取っとるっていう感じだよね、ここは。超回復料理。美味しくって回復もするって最高。危ない危ない、一発一発が結構来る。あー、ちょっと待って。ちょ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 、大変大変大変。ほらほら、ちゃんと回復して。みんな大丈夫？負けない。いけ、攻撃してください。じゃないと君たちがやられるよ。キャンディーさんが優しいからって。あれ、さっきの優しさはどこへ。攻撃できないって言ってたのに挟み撃ちしてるんですけど。FPM がなくなってる。お、これを使って。 OKOK、 回復。キャンディーさんだいぶあるもんね、 MP。 お、ちょっと気になる。まだレベル2ぐらいない、ここ。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。マイペースに頑張ってくよ。マイペースって聞いたらなんかちょっとゆるゆるの方を思い浮かべるけど、でもやる気になっとるマイペースなら全然ね。よきよき。笑顔でやられる。お、キュアー。
いいところ見せて。キャー、一回一回のダメージが大きいよ、結構。おっ、から焼き、ありがとう、くるみん。おはよう、世界。あと一匹や。結構長かったな。シルバーコブラ結構強いな。避けて。おー、ナイス。スキルレベルアップ。ものすごく好き。いけ。あ、これで仕留めれたと思ったのに全然仕留めれてなかった。よっしゃー、ポジティブに行こう。まだクルミン準備中やったのにね。勝ったぞー。あとちょっとで今度はキャンディーさんがレベル上がりそうかな。さあ、もっともっとご飯が欲しいです。徐々にリミちゃんとクルミンがちょっとね、喧嘩してる状態から戻ってきてるかな。お、プレゼントを買ってきた。なになに、中身は。買いました。受け取って。キャンディーは優香にプレゼントをあげた。いいの？カブトムシの標本。うう、嬉しい。優香は喜んでいる。マジか。ちょっと虫は。ちょっと虫は辛い。気持ちが、っていうより辛いかもしれない。二人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。かっこいい。はい、そして料理。お任せで、どうぞ。あ、レミちゃんが食べれてない。はい、そして、キャンディーさん結構お腹いっぱいそうやったね。ゲームコーナーで、ルーレット。ハートの装束をください。また、ゆうかさんか。ゆうかさん率高いね。まだ、あんまりゲットできてないってことかな。帽子と服。来い。おう、ギリギリ HP バナナ。ペア旅行券でもなかったわ。HP バナナを1本ゲット。はい、そして、お小遣い。今回誰かに買えるはず。ちょ、待ってね。とりあえず、古代の槍。これを、お願いします。よしよし、ちゃんと買ってきたね。それで一月だ、頑張れ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。徐々に大魔王に近づいてきようかな。なんかどの辺におるんかがよくわからんけんさ。まあ、まだまだ奥かな。